15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。これまた喋っていいやつですか？はい。で、あの出落ちじゃないですよ。いいですか？もう一回3、2、1からやっていいですか？いきます。3、2、1。ドゥルルルーン。ダンスエボリューションアーケード踊ってみた祭り特別企画。なんだっけ、タイトルがすっげー長いんだよな。ダンスロイドイクラがダンスエボリューションアーケードのモーションを担当した記念ニコ生大放送。ございませ。今日はニコ生放送来ていただいてありがとうございます。というわけで始まりました、ダンスロイドのイクラです。やっほー、みんな見てる。はい、そんな感じでですね、今日はなんとこんなすごい、何これ、スタジオからお送りしております。すごいでしょ、皆さんにはどう映っているんでしょうかね。はい、セットがゴージャスですけれども、実はこの私がいる空間はマーキ緑でございます。いくらキャスター、緑に見える、緑に見える人は逆にすごいなって私は思うよ、うん、そうですね、立派なスタジオやな、ありがとうございます。ニュースキャスターみたい、ありがとうございます。いや、ニュースキャスターになれたらいいですね。将来の夢はニュースキャスターです。嘘です。はい、ということでですね、皆さん、今回このニコ生放送はダンスエボリューションアーケードの私がモーションを担当した記念というわけでですね、皆さん、ダンエボプレイしましたか？ドゥアンエボプレイされましたか？お、した、やってる、もちろんやった。おお、まだ、おお、へ、やってない方が多い。毎週やってる、すごい。毎週何曜日にやってるんですかね、気になりますね。お、まだやっていない方が結構多いですね。はあ、なるほど。ていうか皆さんにちょっと聞いてほしいことがあるんですけども、聞いてほしいことというかお願い事があるんですけど、この台本ね、あるじゃないですか。この台本なんですけど、今日のこの台本にもうダンスエボリューションって書いてんですけど、ね、ペラペラ、お、オッケーオッケー、ダンエボ、そう、ダンスエボリューションアーケードはダンエボと今度から略していこうと思います。オッケーオッケー、ありがとうございます、助かります。まあ、この台本、今後ここからダンスエボリューションっていう台本には載ってないんですけどね、っていう、こうやって言ってって書いてあったんで言ってみました。はい、いいのかこれで、この放送はこれでいいのか。はい、という感じで始まっておりますけれども、今日はね、ゲストの方もいたりとかするので、皆さん最後までお楽しみくださいませ。はいはい、コメントが見れない、コメントが見れない、はい、イエイ、ツッコミがいないと不安、大丈夫、私は今日はボケでは、ボケ発言をしないように頑張りますので、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、とりあえず今回ダンエボ踊ってみた祭りということで、明日7月18日木曜日よりなんと5週連続で新規楽曲が踊れるようになっちゃいます。皆さん、まだダンエボをプレイしたことがないという踊ってみた大好きなそこのあなた、ぜひぜひ明日から毎週遊びに行ってはどうでしょう、という感じでですね、第1弾、明日は第1弾の発表なんですけれども、第1弾はなんとサイバーサンダーサイダーでございます。ダンエボやったことがある人は分かると思うんですけれども、ゲームを開始するとゲーム内のキャラクターが踊ります。それに合わせて、モーションキャプチャーっていう技術を使って皆さんも前で踊ってもらってゲームをするというね、ボタンとかパネルを一切使わずにダンスのみで体を使ってゲームをするというゲームでございます。はい、どんな技術ですか？まあそれはググったりしてみてください。
私もちょっとモーションキャプチャーモーションキャプチャーやりましたけれども、あのキネクト、そうですキネクトですね、一回やってみせて、ちょっとあれですね、やりたいの山々なんですけれどもね、ちょっと今は難しいかもしれないですね。皆さんあのゲームセンターの方に行ってダンスエボリューションプレイしてみてください。そしたら一番百聞は一見に聞かずですんでね、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで次は、ダンエボやったことある、ダンエボの説明をしたから次は、はい、すいませんでした、ちょっと待ってくださいね、ちょっと私一人で超不安なんですけど大丈夫ですかね、頑張れっていうコメントお待ちしております。はい、ということで、モーションキャプチャーという技術を使ってやったこのゲーム第1弾、サイバーサンダーサイダーは先生と僕の先生の、ケイスケさんがモーションキャプチャーを担当されたそうでございます。なので早速今日はゲストとして来てくださったのでお呼びしたいと思います。ケイスケさんどうぞ。やばいやばい、ちょっとどうも、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。いや、これで大丈夫、ね、私ちょっとね思ったよりダメだったなって思って、なんとかいけるだろうって思ったんですけど、この雰囲気ちょっとやりづらい、ね、やりづらい、ちょっと静かですもんね。うん、なんかこうちょっと盛り上げとか欲しい、盛り上げとか欲しいですよ、ね、ちょっと大丈夫なのかな、この2人でなんかちゃんとお話しするのも、そうだね、初めてなんですよ。何度かなんかダンマスとかでダンマス何回かね、超パーティーとか挨拶程度ぐらいはあったと、ですけどね、ちょっとまあ、いやでもめちゃくちゃもう美人、いや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 、美人さんです、もういやいやいや、そんなことないですよ、顔が小さい先生見切れてる、すいません、嘘でしょ嘘でしょ、ちょっとこっちに寄りましょう、こっちに寄りましょう、はい、ちょっとね、カメラの不具合がありましてです ね、リハーサルの時は見切れてなかったんで、どういうこと？ちょっと今、本番でちょっと見切れてるということは、ちょっと成長しちゃったかもしれないですね、はい、そうですね、そうですねというわけで、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速今回ダンエボに追加される楽曲サイバーサンダーサイダーのケイスケさんが振り付けした動画はなんと28万再生を超えるヒット動画になっているんですか。ありがとうございます、すごいですね、28万再生を超える、これ実はさっき知ったさっき言ってましたよね結構20万ぐらいはちょっと把握できてたんだけど、こんなにも伸びてるとは思わなくて、あ、大反響でございます、ありがとうございます、おめでとうございます。というヒット作のサイバーサンダーサイダー踊ってみたの動画振り付けが今回ダンエボに入るというわけで、どうですか。そうですね、もうゲーム機に入るっていうのがもう信じられない、信じられないもう夢のようっていうか、だって昔こうやってゲームセンターに遊びに行って、なんかこう自分がプレイしてたってみんながこう遊んでくれてるっていうのはもうめちゃくちゃ感動しました。もうなんかちょっとあれ映像とか見させてもらったんですけどね、うん、めちゃくちゃ ねすごいよね、あれ感動しますよね、うん、モーションキャプチャーをやったあのスーツから、あれね、あのこの点々点のやつねポチポチがついたスーツからまさかあんな映像ができるだなんて、あれ来たらね、すごいよね、感動しますよね。そんな先生ですが、そのサイバーサンダーサイダー以外にも、はい、多数に振り付けを行い、先生と僕だけではなくギルティーハーツさんや娘さんなどでのチームでもご活躍されているというわけで、はい、ありがとうございます。いや、はい、娘さんの方ではもう裏方に回られてると。そうですね、娘さんの方では、はい、最初の方はちょっとチラチラ踊ってたんですけど、うん、ですよね、最近はちょっと、うんうん、あの振り付けだったり、うんうんうん、こうサポートの形でちょっと関わらせていただいてるんですけど、はい、なるほどなるほど、じゃあ他にもいっぱい振り付け、はい
実際にこうゲームセンターに行ってやられたりとか思ってるんですか？いやもうぜひやりたいと思ってます。これはこれはもうやります。でももう絶対パーフェクトじゃないですか、そんなの。自分で出るのかな、それって。どうなんだろう、意外とダイボ自体はプレイされたことはありますか？ないんだっかな、多分なくて、一回ゲームセンター行って、あの誰かがこう、はい、僕が行ってた世代の時は、うんうん、なんかもう、はい、踏むだけとかだったので、ああそうですね。なんかもう踊っててなんか画面反応してるし、うん、どういうゲームやねんみたいな。ね、結構すごい画期的なゲームですよね。うん、もうボタンとかパネル一切使わずに、道具を使わずに、もうこの自分自身の体が、そう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 、まさにリモコンとなって操作するわけですから、コントローラーみたいなもんね。はい、コントローラーとなって、はい、すごいですよね。すごいよね。はい、そんなゲームでございます。皆さん明日から配信ですよ。皆さんもやってくれますよね。やってくれますか。でこのね、ラグがね、また難しいところでありますが、おーイエーイ、おー盛り上がってまいりました。ありがとうございます。やるやる、いいとも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 、おうおうおうお、いいと思う。おなるほどなるほど、うん、嬉しいですね、やっぱり。いや嬉しい、ぜひやっていただきたいと思います。いや実は私もこの前ね、やらせていただいたんですけれども、実際に。おどうでした？そうですよ、結構難しいです。あ結構難しかったですよ。はい、へーとかいや、あの振り付け、こういうのとか、こことか難しいですよ ね、はい、ちょっとあの見たいんですよ、実際に。やっぱり振り付けされた方が隣にいらっしゃるんですから、もうせっかくだからちょっと生で皆さん見たいですよね。やっちゃう？やっちゃいましょうよ。でも、はい、機械ないや。機械はそうですね、裏とかな、あ、ない、こう、これね、こうテレビ、あ、ことかにないですか、こう、こう、こう、持って、あ、ないですね、ちょっとないと思いましたけれどもないんですけれども、なんとですね、できるんです。え、できちゃうんですか？できちゃうようになってるんです。やっちゃいますか？はい今日はできるようになってるんです。ここはバーチャルの世界なので、ぜひぜひ、じゃあやってください。魔法を、はい、魔法を使ってプレイできるようにしますんで。本当ですか？はい、しますんで。じゃあ、はい、やりましょう。やりましょう。こんな感じで。すごいよね、でもこの異空間、うん、はい、なんでじゃあちょっと少しだけ準備が必要なので、はい、一旦 CM の方に、踊ってみた祭りの CM の方にね、台本の入らせていただきたいと思います。はい、それでは後ほど。後ほど、さよなら。
でございましょうか。始まってますか。お、はい、どうも。私たちにはコメントの画面すら見えておりません。そうだね、何が起こっているのかわからないよね、これ。公開処刑のようになっておりますが、うん、早速、はい、ケイスケさん本人、ご本人に。でもこれさ、はい、せっかくやるんだったら、うん、いくらちゃんもどう。私はあの前回ちょっとやってみて思ったんですが、うん、やっぱりサイバーさんの中で踊ったことないんで。やろうよ、ちょっとね、せっかく。ちょっとね、今日ゲームプレイの手でやりますけど、うん、ちょっと難しいかなっていう。みんなやってほしいよね。いや、難しいよね。ちょっとコメントが見えない。って言ってもコメント全然見えない。わからない。コメントが見えてませんけれども。きっとやってほしい、やってほしいって言ってくれてる。なってますかね。やろうよ。せっかくなんで、じゃあゲームをプレイしている手で、うん、はい、やっていただきたいと思います。勝負、勝負は、勝負は絶対負けるでしょう。まあ、でもまあ勝つ気持ちでやります。パーフェクト目指そう。パーフェクト、はい、パーフェクト目指してやります。では、早速いきましょうか。いきますか。はい、よし。大丈夫かしら。これ先生、あの、喋っても大丈夫なの。あ、そっか。おじさん、
あれこれも映ってるのお、まだかな、もう映りましたかね、はい、戻りました。ただいま、おかえりなさい、ただいま、おかえりなさいま、はい、というわけでちょっとガスの方がなんか悪かったみたいで、はい、ちょっと悪かったみたいで、もったいないです、すいません、もったいない、もったいない、でも皆さんはダンエボをプレイしに行ってください、はい、これホームページとかで見たら、そうですね、やられてる方、振り付けされてる方が見えますよね、はい、うんうんうん、きちんと見れるし、なんかあのポスターみたいなちっちゃい貼られるみたいですよ、え、今回の今のコマーシャルで使われたような、あ、そうなの、はい、やつが貼られるみたいなので、ぜひぜひそちらの方で詳しくチェックしてみてください。そうなの、もうちょっとした、はい、ちゃんとした写真送ればよかった。あれ完全冬場の写真でさ、あ、急いで送ったもんやから、結構季節違いでしたね、うん、まあまあでも大丈夫です、いいか、はい、大丈夫です、そのほうがちょっと目立つんで。分かんないですけど、はい、というわけで戻ってまいりましたが、先生、はい、告知などあればここでやっちゃいましょう、やっちゃいましょう、なんかいきなり告知とか全然告知ちょっとさせてもらっちゃっていいですか、はい、しちゃってください。ですね、ちょっと近々、4月20日土曜日、渋谷ウームで踊るむ夏祭りというイベントがあるので、うんうん、そこにはなんとゲストで MC あの山田久志さんあらなど、あと堀江貴文さんあら、もうなんかもうゲストがもうすごすぎてすごいですね、わけわかんないイベントなんですけど、踊るむさん、はい、すごい、なんか踊ってみたら、うんうんうん、あの PCF さんとか高速猫カノンとか、はいはい、なんか先生と僕も一緒に出るんですけど、ね、いっぱいあのチーム流星群とか、はい、いろいろ出るんですけど、はいはい、ぜひぜひあのお越しいただけたらと思います。いいですね、夏祭り、ぜひ、あ、行きたいです、リカちゃんも、はい、出させてもらえないかな。本当に来る。行きたいです、行きたいです、みんな来てください、はい、皆さん一緒に行きましょう、あと、はい、もう一回だけ、どうぞどうぞどうぞ、いっぱいしてください、7月26日に、はい、これはちょっと個人的なことなんですけど、うんうん、7月26日金曜日、はい、ちょっと個人的にダンスワークショップ的なことをしてまして、おこれすごいあの僕がダンス始めた頃からすごい夢でして、うん、それで第2弾ということで東京で今回行われるので、すごい、よかったらあのツイッターなどでね、なんかいろんな詳しい詳細とかは載ってるので、うんうんうん、よかったらチェックしてください、はい、チェックしてみてください。ワークショップレッスンみたいな感じですか。そうですね、なんかあのちょっとボーカロイドとかは使わなかったりするんですけど、はい、なんか他の踊り手さんがやってないような、うんうんうん、ちょっとあの普段やってるレッスンプラスアルファなんかちょっといろいろみんなにこうダンスのきっかけを与えられたらなと思って、素敵ですね、やらせてもらってるんですけど、行きたい、ぜひぜひお越しください、いや、よろしくお願いします、はい、はい、以上、先生他に告知も大丈夫、あ、もう大丈夫です、あ、なので私の告知をじゃあおさせていただいてもよろしいでしょうか、どうぞどうぞ、まあ、そんな、まあ、見てる方なんて限られてくると思うんですけれども、私もさせていただきます、はい、ダンスロイドからお知らせでございまして、月に2回の定期公演を行っております、はい、ダンスロイドさん月に2回定期公演を行っておりまして、一つは秋葉原ツインボックスで行っているダンスロイドパーティーという DLP と略して言うんですけれども、定期公演と、もう一つは、次の公演が8月10日土曜日にある毎月どこかの都道府県にダンスロイドが行っちゃうなんつあってツアーというものを行っております。お次回は北海道でございます。なんと、はい、寒い寒い、涼しいのか、涼しい、寒いんですかね、はい、なんつあは、なんつあと DRP とちょっと構成が違っていてですね、なんつあってツアーはこう劇とかコーナーをやるようなちょっとはっちゃけたイベントなんですけど、DRP は毎月東京でやってるのは、ライブメインで行っているので、どっちも来ていただければね、楽しさ2倍です。ちょっと行ってみたいね、あ、ぜひお願いします、ぜひぜひ、毎月2回、毎月2回ですね、東京と各地方いろんなところでやってます、ちょっと誰か一緒に、はい、あ、先生と誰か一緒に、いや本当にでも行ってみたいな、はい、これ、あ、それこそ葵くんとかと一緒に、うんね、はい、ぜひぜひ遊びに行かせていただきます、本当にゲストとして出ていただけても、なんなんなん、出ていただけても、なんなんなん、出ていただいてもすごく嬉しい、ぜひぜひあの遊びに皆さん来てください、はい、という感じでございます。詳しくはダンスロイドのホームページを見てみてください、はい、
はい、以上告知になります。そしてつぶやいちゃおう、つぶやいちゃおう、おう、ハッシュタグはハッシュタグダンライブ踊ってみた祭りとなります。上に出てますね、うん、上コメントに出ているので、こちらのハッシュタグで、ぜひダンライブ踊りに行ってその感想をつぶやいてみてください。これぜひぜひちょっと感想聞いてみたいですよね。特に一番気になりますよね明日ね、これ明日解禁なんで。そうですよ、朝10時から解禁なので、はい、ぜひ感想を聞かせてください。はい、お願いします。ハッシュタグをね、はい、知りたいですよね、やっぱりね。知りたい、中の人としては一番やっぱり気になるところで、知りたいところ、はい、踊りの感想やなんかいろいろね、難しかったやらなんやらなんやらかんやら、どしどしお寄せください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、番組ももういよいよ終わりに近づいてきたわけですけれども、この拙い司会で楽しんでいただけたんでしょうかね。早いね、早いですね。なんかドタバタですでしたけど、ドタバタ、ドタバタでしたけれども、トークのあまりできない、あまりできない2人が頑張りましたよね。頑張りましたよね。頑張ることが一番大事ですよね。はい、はい、今来たばっかりっていうコメントがありまして、これはあのダンスロイドのね、定番のこう開始というかあれなんですよ。もうライブでもう後半ですって言うと今来たばっかりってお客さんが、あ、そうなんや、叫ぶっていうね。嘘ばっかり、はい、嘘ばっかりって私たちが返して、わーちゃんちゃちゃちゃんって締めるっていう。ちょっと何それ面白そうや。ちょっとあの定番なんで、ぜひ今度ライブいらした際には、はい、やらせていただこうか。はい、早速、はい、お願いいたします。はい、はい、そんな感じでしたけれどもいやーダンライブ皆さんぜひぜひプレイしてみてください、うん、もう今日はこれにつきます。はい、本当に近代兵器よね、はい、もうケイスケさんも他の近代、はいって言っちゃったけどはいって言っちゃったけど、それはどうなんだろう。まあ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 、すごいよね、はい、最近のゲームセンターも。そうですよ ね、 ね、画期的、あんなゲームができるだなと思いませんか。でかい、でかい、ゲーム機器がでかい、でかいね、すごいですよ。ケイスケさんもぜひゲーセンに行って、うん、他の曲もねプレイしてみてください。やりたい、はい、ぜひぜひお願いします。そして来週はさっき出ていたんですけれども、うちのメンバーからマリエとマームが、マリエとマームって出てましたっけ、ちょっと見逃しちゃったんですけど、出ると思うので皆さんまた見てみてください。はい、ゲストの方もまたお越しくださいます。はい、というわけで本日はこの辺でお別れとなります。はい、また皆さん、早かったな、早かったですね、今日はありがとうございました。ありがとうございましたすいませんでしたはい、踊ってくれみんな踊ってくださいダンライブよろしくお願いします、はい、というわけで皆さんさようなら、さようなら、ありがとうございました。バイバイ。終わったかなこのすごいゆるい、これ終わってないじゃん、フェードアウトがだって20秒ぐらいまだ残ってるんだよ。あれおかしいですね、終わりましたあれ終わったの、終わりましたね、いっちゃいました私